今日はね、トレンディエンデルの斉藤さんがいるんですよ。M1 でね、負けてるんでね、今日は絶対に勝ちたいと思います。でですね、今回、私、秘密兵器を用意しました。こちら、じゃん。これはですね、その物件がどのぐらいのおすすめかというのをですね、ちゃんと数字で表したいと思います。もちろん目標としては、ここおすすめ0ポイントの物件、これ見つけたらもう多分僕今日勝ちだと思うんで、なんとかこのメーターで0点が出るように頑張りたいと思いますと意気込む席だったが、今日占う一発目、ほらね、隣の不動産屋さんをおすすめされましたよ。なるほど、これが聞きにくいことを聞くの洗礼なのか。アポなしの取材交渉で断られることなんと18件。みんながだんだんこの番組を知り始めてて警戒し始めてます。はい、これ一個聞くまで大変ですね。すいません、はい、お願いします。あの問題ない LINE までで大丈夫ですので。あ、本当ですか、はい、ちょっとお話聞かせていただけるみたいです。すいません、じゃあ足音が、すいません、どっかお邪魔にならないところで、はい、ちなみに何の番組なんですか。はい、テレビ朝日のですね、ちょっと聞きにくいことを聞く、はい、っていう番組なんですけども。あ、そうですか、すいません。聞きにくいことを聞かれる、はい、そうですね、まあ、まだ仮みたいなタイトルなんで。あ、そうですか、今後変わることもあると思います。あ、そうですか、わかりました。すいません、わかりました。そう、まあそうですね、何ですか。いや、ですね、はいはいはい、おすすめ、いや、そうですね、そのいや、もちろんそういっぱいあります、はい、こう物件が、はいはい、おすすめじゃない物件とかってありますかね。おすすめじゃない物件、はい、おすすめ、これまあちょっとあれですけど、はいはいはい、おすすめじゃない物件はもう全くないんですけど。あっさり断られたが、ここで引き下がるようではこの番組の調査員は務まらない。この今まで、はいはい、紹介したんだけど、はい、ちょっと後悔しちゃったみたいな物件ってありますか。はいはい、はい、そうですね、やっぱオーナーさんがご自身で管理されてる物件だと、はいはい、やっぱ結構僕らも想像しえないこうトラブルとかがあったりとか、うんうん、山手線沿いにこうマンションがあって、ベランダがこう山手線沿い向いてて、もう最近契約したところなんですけど、はいはい、ベランダがあるから普通皆さん洗濯物干すじゃないですか、うんうん、だけどベランダからちょっとでも洗濯物がこう超えたらダメみたいな、特約があるみたいな。だから実際干せないじゃんみたいな、はい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 、そのヒラ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 するので、はい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 、要は風で飛んで線路に入っちゃうと、その JR さんから苦情が来たりするんですって。いや、それ厳しいな。こっちも聞いてなかったし、お客さんも聞いてないしみたいな。なるほど、ありますよね、そういうこともたまにあるってことですね、はい、そうですね。タオルすら干せない物件のおすすめた。まあまあ、もうあれですよね、はい、正直、まあ、古くもあったんで、やっぱりこんぐらいにはなる。おお、出ましたね。今思えばです、惜しくも10止まり。その後も調査を続けるが、あれは不動産ですか。ああ、もう閉まってるよ。いや、厳しいですよ。だって言わないでしょ、ここ住んだら損しますよなんて物件。そんなバカな店ないでしょ。今頃斉藤さん面白いの撮ってるかもしれないですね。いや、そうなんだよ、絶対面白いの撮ってるんだよ。ハゲてて面白いの撮ってるのかよ。と、ここで、ここもしかしたら知り合いが働いてる可能性があるんですけど。あ、すいません、ですね、こちらに森田さんって働いてらっしゃいますか。あ、います。おお、
久しぶり。どうした？おお久しぶり。ごめんごめんごめん。急に来て。大丈夫今仕事中に。うん、なんと偶然にも知り合いのお店に遭遇。このチャンスを生かすしかない。あの知り合いの人がいて、ちょっとだけだったら話がいいらしいんで、ちょっとすいません。ありがとう。申し訳ない。そうなの、そうなのよ、はい、やっぱりこの時期ちょっと忙しい時期なの。いや忙わけが分かんなくなってそんなにぐらい忙しいけど、あ、なるほどね、うん、そこは、うん、そうね、昔のよしみでというか、そうだからもうそろそろ案内にも行きたいんだけど、もうそろそろでもこれだけちょっとやっぱ聞いてきたくて。内見のお客さんを待たせてまで話を聞いてくれるという友人。そんな中、聞きにくいことを聞けるのか。まあ、はい、こういう素晴らしい物件とかたくさんある中で、はい、いい物件いっぱいあります。そうでしょ、うん、おすすめじゃない物件っていうのがありますかっていうのがちょっと核になってきて。ないですね。ない。いない、ないというか、うん、紹介しないっていうのがポリシーって言ったから。おすすめ、うん、でそうだよね。ここで関が取った作戦は、お願い、本当にごめん。分かる、仕事からちゃんとやってるのは分かるんだけど、ない、知ってる、俺は知ってる、家族守ってるも知ってる、ない、だけど、はい、聞きにくいことを聞きたい、はい、おすすめじゃない物件を、うん、教えて。声がでかい。下げる。いろいろある中でっていう、これ、まあこれとかは、うん、正直あまりおすすめではない、うん、まあまあまあ、え、うん、見ていい、え、でもすごいいいですよこれ。え、恵比寿8分で代官山2分でしょ。うん、場所はすごくいい。鉄筋コンクリート7階、うん、での7階、お、最上階、最上階で10万5000円。10万5000円のこれはいい物件なんじゃなくて、ただ、うん、ただ7階で、うん、ここちゃんと書いてあるんだけど。あー、なるほど、なるほどね。7階でエレベーターなし、なし。まあ見に行く人がほぼいないかな。なるほど、その7階って聞いちゃうと内見お願いしますがないってことね。いやでも、まあ、うんうんうん、あー、でもこのぐらい、うん、これより低いおすすめの物件を本当にまだ、ごもう本当にお願い、まだ、あーこの間これ紹介、うん、おう、しそうになってやめたやつが紹介を、おう、うん、すいません、はい、え、え、逆にすごくないこれ。今なら3万円で入居可能、築浅デザイナーズマンション。え、なにこれ。じゃあ3万円契約しよう。いや、いいよ、これやったら俺してもいい、今日迷惑だし。ほんと、うん、本当に、まあ初期費用もすごく安いからね。3万円だったら全然いい、うん、3万円、うん、うん、大丈夫。あの、毎月は9万円、うん、どこと、毎月は9万円、ちゃんと見てるんだったら、どこ、管理費が、管理費が6万円。バカ野郎。やっぱりこれ3万円だと思って住みたいってなるわけでしょ。そう。でよくよく見たら、うん、6万円プラスかかって9万円ってことでしょ。なんなら相場よりちょっと高くなっちゃう。高くなるのかよ。え、何その物件。まあまあ、お、正直でいい。出た。